浜小樽駅は、かつて、北海道小樽市境町にあった函館本線小樽、築工駅を起点とする、貨物支線の貨物駅で、1984年2月1日に、同線の廃止に伴い、廃駅となった。1923年に竣工した、小樽運河建設の小樽港、第一期港湾集築工事に引き続き、境町の市営京線岸壁や勝内川河口の、 貯木場に上げ場整備となる1927年7月着工の第2期港湾集築工事が1932年7月に竣工した。この工事にて、小樽市は港湾に役業務の効率化を図るために、臨港鉄道の敷設を政府に陳情したが、財政上の理由により受け入れられず、 このため市は市費を投じて、小樽地港駅構内分岐点から本線 2km、側線 2.2km の付設を行い、鉄道省へ寄付した。これにより、鉄道省は当駅を開設した。当駅から港側に市営の公共輪行線を伸ばし、各府島の建設に合わせて専用機線を付設して、小樽輪行鉄道株式会社に管理運用をさせて、 いたが、小樽港の200両の減少と、道路整備の進展等により、トラック輸送への合理化が図られて、廃止となった。なお、公共輪港線における機関車運用は、輪港鉄道自社機によって行われた。1976年、浜小樽駅と、周囲 1.5km 範囲、中央のやや左下に当駅。ふ当は、上から第3号、第2号、第1号。 第4号不当。第1号から第3号までは2本ずつの規線を持つ。また、第1号と第4号の間が、境町市営経線岸壁だが、不当建設以前の初期の頃は、第3号不当の根元までが、経線岸壁で、運河横の倉庫前から、岸壁島南端まで臨港線が1本同士で、敷かれて、島駅から中央で接続していたが、この時点では、倉庫側と、 岸壁側の2本に分かれている、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、ありがとうございます。